い、そこの怪物。なんや。ハークワード教の命により、我々はお前たち二頭を直ちに捕らえ、そしてハークワード教がお決めになった収容施設へ連行する。へえ、そうなんや。一人でやれんの？一言いいかい？マジで、あんたすげえ。ただもんじゃない。俺に言うてんのか？お前。マジあんたに言ってんのさ。さっきのガン飛ばし興奮しちゃったよ。あの威張り腐った兵隊どもにさ、あんたがガツン、連中お手手伝いで逃げちまった。いや最高、もうスカッとしたよ。それよかったな。何よりや。ほんと晴れて自由の身だ。なら仲間んとこ行って自由になった祝杯でもあげろ。ん？って言っても仲間なんていねえし、それに一人で戻るなんてごめんだ。そうだ、いいこと思いついた。あんたについてくよ。戦う緑の大魔神と一緒ならバトル世間に敵はなしだ。怖え、もうおしっこちびっちゃいそう。それになんだけど、大声で叫ばなくてもその息でイチコロ。マジで歯磨きしてないっしょ。あんたの口臭すぎ。たか鼻毛も枯れちまうぜ。こんなに臭えのって昔ぶっこいたおならいないんだ。腐った芋食った後の鼻ひん曲がるほど強烈なおなら。なんで俺についてくんねや。なんでかっていうと、僕は一人、いつでも一人、話し合える仲間が欲しい。仲良くしようよ。やめろ、歌うな。そんなんじゃ友達がおれへんのも当然やな。うわぁ、それって俺のこと心配してるの？ええか、おしゃべりロバ、この俺がどう見える？でっかいね。違う、俺は怪物や。みんなが怪物を退治してしまえって、怪物言えろ。ちっとも。ほんまに？ほんまにほんま。あんたいいやつだもん。名前なんての？シュレック。シュレック？あんたのどこがいいかって？あれだよ、誰がどう思うと知ったことじゃないってところ。かっこいいよ、めっちゃクール、マジイケてる。うわ、見ろよあれ。あんなところに住むやつの顔が見たいぜ。お前の隣におるけど。いい家だね、おしゃれ、すんげー決まってる。金はかけてないけどセンスで勝負したって感じ。この石がいいじゃない。いい石だ、お目が高い。怪物注意入るな。あんたって友達呼んだりしないでしょ。煩わしいのは嫌なんや。わかるよ、俺もそう。一緒じゃない、しつこくつきまとうやつってやだね。帰れ光線も聞かなくてかと思ったらいきなり気まずい沈黙。止まってっていい？ああ、何？僕を止めてお願い。もちろん。本当？ダメ。お願い、あそこには戻りたくない。僕らは厄介者って知ってるよね。そんなの助け合わなきゃ。あんたと一緒にいさせて、お願いお願い。わかった、もうええ。ただし一晩だけやぞ。わあ、ありがとう。何すんの、やめ。ちょっとワクワクしてきた。冒険について一晩中語り合おう。で、朝飯は僕が作ってあげる。ところで俺どこに寝んの？外や！ああ、そりゃそうだよね。お互い相手のこと何一つ知らないし、外ってのは当然なわけで。それじゃあね、おやすみ。